6月9日、最新セリーグ順位表。雨にも負けず、ウサギだけ勝てず。中日上げてきたな。よし、セ全部勝ったな。巨人さん。ヤクルト、1対0で日本ハムに勝利。ヤクルト強いなぁ。高津が神頼みしてから妙に粘り強くなった。初戦落としたのもったいないな。ヤクルトはソフトバンク相手に一勝でもできるかどうかで、交流戦の結果が、それなりで終わるかやっぱダメでしたわになるか決まるな。スペードなんて一勝でもすれば上出来だから、ハードル低くて助かる。まあ3立てされる可能性大だが。九州行けば村上覚醒するから。中日、3対1で楽天に勝利。勝ったかねえ。阿部がホームラン打ったから、実質 4-0 で中日の勝ちだな。マルティネスも疲れてるな。最後きつかったなぁ。カリステ1番のおかげで勝てたな。2番ならなおさら良かった。DeNA、8対5でソフトバンクに勝利。10安打8得点とは珍しく効率いいな。新しい石田くんようやった。勝てるのがこれしかないのでこれで勝てて良かった。ホームランが出にくいシーズンだから、これでは苦しいんだがなぁ。勝ったけどソフバン強いわ。安打数は負けてるし。ホークス、2勝1敗だからまあいいか。ホークスに勝てるなんて、涙出るわ。こそそっていうほど起こらない現象なんやな。広島、4対1でロッテに勝利。6勝3敗そそそ。広島今年調子良すぎやろ。新井さんほんまようやっとる。広島は交流戦負け越しはないかな？西武戦残ってるし。西武楽天贅沢言わんから、4勝2敗で行かせてくれんかな。床田森下大瀬良栗の4本柱に加えて、玉村アブアの奮闘も大きい。打線もまあ厳しいけど、最低限はあるからな。ロッテ生ぬるくしておいたぜ。消えてはいない。阪神、3対0で西武に勝利。関連勝や、佐伯くんも7勝や。佐伯、沢村賞ありえるやろ。佐伯が世界最強ワンデインか？戸郷 VS 佐伯で投げ合いしてほしいな。実質頂上決戦。猛虎復活は信じていいのか。阪神が復活したのか西武がヤバかったのか恥のカードでわかるやろ。巨人、1対4でオリックスに敗戦。阿部慎之助。巨人はソフトバンクに奇跡の勝ち越しなのにまさか王とは。腰関係なかったじゃん。3試合連続完封負けを喫しなかっただけが救い。初物に弱すぎる。西川がオリックスで打ててないっての嘘じゃねえか。世界恐慌今年もなさそうでがっかりだわ。ついに来週、3回目の立浪 VS 新庄か。絶対今年も新庄が3立てするわ。